おはようございます。速稼塾の久保です。10回に分けてですね、分散型金融 DeFi についてお送りしました。この DeFi というキーワードに反応できるだけでもすごいと思います。これはですね、半年ぐらい前からやっと形になりだしたんですけども、実際に利用している方はぼちぼち出てきています。で、私はね、この分散型金融の中で代表的なお金を、暗号通貨をね、貸したり借りたりすることによって資金がほとんどないのに儲ける方法っていうのを紹介してきたと思います。ただですね、私が考えているのは、この DeFi の利用がこれから増えていくよってことに対して、イーサリアムとかビットコインっていうのが勝手に値段が上がってくるから、実はね、ビットコインとかイーサリアムを買っておいて、そのまま何もせずに置いといて、そして DeFi の方法とか DeFi についてどうなったかっていう情報発信することによって暗号通貨の価格が上がるのを待っていた方がいいんじゃないかなと思ってるんですよ。一番リスクがなくって一番儲かる方法は情報発信だと思うんですよね。で、実際に DeFi を扱っていくと多少なりともリスクは存在しますし、作業も発生するし、何より面倒くさいんですよ。そう考えていくと DeFi のスキルはあるんだけども、放送をメインにしておまけ程度に少額で DeFi をする、このバランスがいいんじゃないかなと思います。もちろん慣れてきて資金が増えてきたら DeFi に詰め込む資金を、ね、どんどん増やしていくっていうのはいい方法だと思いますけどもね。前回もちょっとお話しましたけども、新しい暗号通貨の詐欺案件がこれからも出てくると思います。その詐欺案件がやっぱね、悲しいことにむちゃくちゃ売れるんですよ。詐欺案件ってのはとにかく売れるんですよ。だから詐欺をやったら一番儲かるんですよね。良心の呵責があるからほとんどの人はできませんし、私も当然やりませんけども、でもそうなるとね、あ、詐欺商材が出たな、もしくは出そうだなと思ったら、ビットコインやイーサリアムを買ったまま黙っておくのが一番なんですよ。そうすると詐欺商品が売れた時にグーッとね、イーサリアムはビットコイン値段上がりますよね。その時に私たちは利確して販売して、ちゃんと税金計算してね、そうして、現金を手にすると。そして詐欺商材がブレイクした時にダメになった時にガーンと値段が下がりますから、その時にまた買うみたいなことをね、繰り返していくと一番情報発信がネタになって、自分の資金はリスクなく増やしていけるんじゃないかなという、こういう呼吸のリズムでね、資金を増やしていくことができると思います。ですからそれを応用して今回のDeFiっていうのもできるんではないかなと思います。で、最後に申し上げますけども、分散型金融についてDeFiっていうものに対してですね、もし興味があるっていう方がね、そこそこ人数いらっしゃるようでしたら、これね、私の方は緻密にもっともっと細かくやっていこうと思うんですよ。ただちょっとね、難しい点がありますんで、 Q&A を込みでやると結構ね、ペース遅くなると思います。まあ、そのぐらいの方がやりやすいと思いますので、じっくりゆっくりDeFiについてやっていこうと思う方がもしいらっしゃいましたらね、お知らせいただければと思います。もちろんもう今まで何件かDeFiをもっと細かくやってくれっていうね、ご要望がありましたんで、それはありがたいなと思いまして、一緒にDeFiをやるね、そんなコミュニティを速稼塾の中にも設けていこうかと思いますので、みんなでね、ちょっとずつ勉強できればなと思ってます。希望の方がいらっしゃいましたら、まずご連絡いただければと思います。で、DeFi のコミュニティに関しましては、ある一定のレベルに行ったら有料課金になるかと思いますので、初期のメンバーからは永遠にその課金をしないようにしていこうと思いますので、ね、その代わり初期メンバーとしてちょっとね、協力をお願いすることがあると思いますので、その辺はちょっと手伝ってください。皆さんで DeFi を作り上げていきましょう。そして共同で DeFi の各コミュニティができたら、そしたらみんなでね、課金することによって、その課金したものをちょっと分配していくっていうような形も取ったりとか、課金したものをDeFiに組み込んでいって、みんなでね、その資金でもってDeFiをもっともっと学んでいったり、将来的な資金を分配するみたいなね、そんなことも考えていけたらいいなと思います。まあ、お金のことはまあさておいてですね、DeFiに興味のある方はまず集まりましょうみたいな呼びかけでございますんで、あんまりその儲かる儲かんないとか考えずに、ちょっとね、お声を聞かせていただければと思います。そのコミュニティの中でどういうふうに運営していくか、みんなで決めていきましょう。で、お金のこととかもその時決めていきましょう。もし無課金でみんなでやろうよってことでしたら、それもいいと思いますんでね、いろいろと勉強になるところが多いと思いますんで、今回ね、分散型金融、まさに私たちは暗号通貨を使ってもうね、銀行業務ができるわけですよ。憧れの銀行業務がね、やっていきましょう。お金の勉強ますます進めていきましょう。そして子供たちにもお金のことをね、どんどん話せるようになっていけたらすごくいいじゃないですか。で、当然ですけども、税金の知識もいりますからね。ですんで、それぞれに顧問税理士さんはつけれるようにしておいた方がいいと思います。では、本日は以上です。いってらっしゃい。